皆さんこんにちは。一日一条稲尾城です。ライトがちょっと不思議な感じになってるんでご了承ください。あとめっちゃ疲れてるっていうのありますね。今僕海外に来てるんですけども、高画質動画撮りたいなと思って、皆さんにより楽しんでいただける動画を作りたいなと思って、やる気満々で今海外に来てるんですけども、空港で、差別的な発言を受けたという話ですね。そしてそれに対して僕はどういった行動を取ったかっていうことをちょっとシェアしたいと思います。空港ってパスポートコントロールがありますよね。要するにパスポートをチェックするエリアがあって、そこにはローカルの人が並ぶ用の列と海外から来てる人が並ぶ用の列と、あったわけですね。でそこで 僕も並んでて、で自分の、ね、順番待ってて、そしたら後ろからいきなり Hey! From China! って言われたんですよ、まあ訳すとおい中国って言われたわけですね。まあ Hey from China だから、まあ厳密に言うとおい中国からっていう響きになるわけですけど、まあ日本語で言うとさらに意味が分からなくなるんですけど、まあそれはいいとして、とにかくおい中国って言われたわけですよ。はと思って、でどうやらその誰かがネックレスを落としちゃったらしいんですよね。でそのネックレスを拾って、で目の前にいたのが俺なんでしょうね。あいつ中国だなって勝手に決めつけられたんでしょうね。勝手に決めつけて、おい中国お前のかって聞かれたわけですよ。まあありえないよね。何がありえないかっていうと、それはまずね、この世界は、まだまだ、人種差別とかね、差別は悲しい話だけどなかなかなくならないものだと思います。いろんなところで日々、いろんな人種差別を受けてる人がいると思います。はい。でも今回のケースはこれ国際空港なんですよ。インターナショナルのエアポートなんですよ。いろんな国からいろんな人がやってくると。でそこで働く人っていうのは人一倍そういった発言だったりとか、そのプロとしてね、お金しっかりもらって働いてるわけなんだからしっかりしなきゃいけないわけなんですよ。心の中ではね、何を思ってるか、そんなのはその人の自由ですよ。ただ僕いつも言ってるんですけど、そういった気持ちが態度とか行動に出た瞬間アウトだと思ってるんですよ。アウトでしょこれって思いましたね。でちょっと信じられなかったんですよ。僕の大好きな空港だし、そこにいる人たちは本当になんかこう、いい人たち多いなーって、なんつうのかな、みんないろんな人種が仲良くやってるなーって、思っている国なので、で実際そうだと思います、実際そうだと思うんだけども、だ今日そのいたやつが、たまたま、そういうやつだったんですけどね、なんだけどすごくがっかりして、ここで僕が取った行動というのは、クレーム入れようと思ったんですよね。ご覧になっている、この動画をご覧になっている方の中には、中にも、たくさんいると思うんですよ。海外旅行行った時とか、留学とか何でもいいんですけど、海外行った時に、差別的な発言をされたとか、なんかこうバカにされたとか、いろいろあると思うんですね。でいろいろ考えて思ったのは、こうやっぱね、黙っているとそれが OK だっていう風に思われるわけですよね。だからここは言わなきゃダメだと、思ったんですね。ただそのパスポートチェックのエリアにいる時ってさ、人も多いし、こうチャキチャキと動かなきゃいけないわけだから、とりあえず通ったんですけども、その後に、クレームを入れようと思って、何をしたかというと、というのは誰にコンタクトを取ればいいか分かんないじゃないですか。空港のウェブサイトに行って、クレームを入れるとかいうこともできるし、もしくはインフォメーションデスクとかに行って、なんかこう情報をゲットすることができるかもしれないですが、この番号に電話してくださいとか、もしかしたらそこにつないで、くれるかもしれないとか、いろいろ方法はあると思うんですよ。でもただそういうクレームってなかなか届きにくいような気がしててね、結構お問い合わせはこちらっつって、
なあなあにされることって多いじゃないですか。だからちゃんと、あれしたいなと思って、そのパスポートチェックのとこ戻れるもんなら戻りたいなと思ったんだけど、あれ一回ドア閉まっちゃうともうなんかこうなんか戻ったらまずい雰囲気バリバリじゃないですか。だからそこは俺もちゃんとしなきゃなと思って、他の方法を探したわけですね。で運よくそのパスポートコントロールで働いてる、お兄さんがいたんですよ。こう歩いてたんで、すみませんっつって、クレームはどこに入れればいいんですかって、言ったんですね。というのは、僕は人種差別的な発言をされましたと、スタッフに、おい中国って言われて、それ説明したわけですね。そしたらそのお兄さんいい人で、あ、じゃあちょっとこっち来てっつって、こうまた逆戻りしてさ連れてってもらって、ででも戻ったらもう、そのスタッフいなくて、結構入れ替わりっていうか、こうここのエリア今空いてます、ここのエリアもう閉まってますみたいなのって早いじゃないですか。だからもう本当に結構すぐ、もう変わっちゃってて、もうそこいなかったんですよ誰も。だから、じゃあここのウェブサイト、教えるから、ここのメールに、送ったらどうだいっていうことをね、言ってもらったんですけども、だからそこにクレーム送ります。はい。と思いまして。だから今日の、この動画の意味っていうのは、たくさんあると思うんですよ。人種的な発言をされてる人たち。そういった、なんていうのかな。人たちを 100% こう撲滅させるっていうのはなかなか難しいことかもしれないけど、で、俺もかなり、なんていうのかな、我慢する方なんですよ。まあつって。なんだけど、空港とか、だからさっきも言ったようにさ、一番そういう人種的な差別があってはならない場所だと思うんですね。なので、しっかり伝えようと思います。はい。そのやっぱ伝えるっていう姿勢がすごい大事だなと思ってて、俺の個人的な気持ちだと、特になんかこう、特にアジア人っていうか、特にその中でも日本人っていうのは、そういったことに対してやっぱり立ち上がる率が低いような気がするんですね。まあもちろんどこと比べてるんだって話ですけど、まあアメリカとかと比べるとって話ですかね。アメリカ結構本当に、いや、これは、人としておかしいだろって思ったものは、もう、ぐいぐい、声を上げたりするんで。で、その声を上げてる人たちっていうのは、やっぱり、なんていうのかな。あんまこの言葉使いたくないけど、なんかこう人権を獲得してるような気がするんですよね。やっぱちょっと使いたくないね、そういう言葉はね。でもそれぐらいしか今ちょっと思いつかないんで、ちょっと日本語がね、僕も 100% イエイっていう、なんていうんですかね、生い立ちでもないから、ちょっと間違った風に伝わってほしくないんだけど、でもそういうことなんですよね。こう声を上げていってる人たちっていうのは、やっぱりその、なんていうのかな、こう差別されにくくなってる時代だと思うんですね。で、その中で、やっぱり、そのアジア人とか特に日本人っていうのは、まあいいでしょうって感じで流して終わらせちゃうことがほとんどな気がするから、まあそれがいいとこでもあるんだよね。そんなんでいちいち細かい一つ一つのことでさ、そんなワーワーなって言ったらキリがないじゃないですか。だからそう思ったんですよ。キリないと。もうそんなの、忘れちゃえばいいじゃんと。もうそいつの気持ちを変えることはできないかもしれないじゃない。っていうか、大体変えることができないものなのかもしれないじゃん。そういうのって。で、そういう奴らってもうこれから先何人も現れるわけだからさと思ったんだけど、今日よし伝えようってね、この気持ちを伝えようと思った理由っていうのは、自分自身に対してもっていうところがあるんだよね。なんか確かに今日は何も言わないで、ああもういい、もう忘れようってシャワー浴びてゆっくりしようってすることもできる。ただなんかやっぱり国際空港っていうところが超引っかかったんだよね。そういや、だからね、国際空港じゃなかったらじゃあ差別的発言いいのかとか人種差別いいのかってそういうことじゃなくて、よりなんかこれは伝えるべきことなんじゃないかなと思って、でないとずっとまたそうやってなんかこうなんていうの、見下したような発言するような気がするじゃない、そいつは。
なんかその教育が必要じゃないですか。だからあのもしかしたら俺の送るメールが届かないかもしれないし、俺の声なんか全然届かないかもしれないけど、なんかそれをやることになんか一つこう達成感っていうか、うん、あるのかなと思って。でそういうあのまあだから特にアジア人に対する、特に日本人に対するこうなんつうのかな、まあてかまあ、 あの日本人ってことも、うん、あの分かってないやつ多いからね。別にそれは問題じゃないんだけど、じゃないんだけど、なんかそのやっぱアジアに対するこうなんか舐めた感じっていうか、うん、そういうのはおかしいと思うから、うん、誰に対してもそういうなんかあのなんていうの、勝手に決めつけて、見下すような発言は良くないと思うから、うん、と思うんですよ。でそこでね、そこでおいおいチャイナじゃなくて、うん、他の言い方絶対あったよねっつって、うん、Excuse me, sir でいいだろうと思うわけですよ、うん、それか俺の着てるものなんかあのこれなんだろう、ネイビー色のシャツの方とかでもいいじゃん、うん、おい From China ってお前舐めてんのかって話じゃん。 From China ってなんだよみたいな、もうメイドインチャイナみたいな風に聞こえるじゃん、うん、そうだからそのチャイナって思われることがあのっていう話とかじゃないよね、うん、まあとは言いつつもそのアジア人を見たら全部チャイナって思うのもあのそれはなんていうのこう勝手に決めつけるなって、なるし、まあ、確かにねそのあの人口的に多いからそうなるかもしんないけど、だからといってじゃあ俺言わないもんだって。例えばさ違う国の人でさわーっているとするじゃん、あだいたいああいう何見かけの人って何人だから、何人のことが多いから何人とか言わないからね、うん、おかしいじゃん、うん、それ決めつけてさ勝手にっていう話なんですよ、うん、でそれ決めつけてるところがもうなんかあれだし、あのうん、バカにされてるような気がしたよね、その言い方がね、うん、という話でした。なのでいろいろ自分の中でこう考えて、あの一つ一つ相手にしたら本当にあのこっちがもの身が持たないから、うん、だからこう流すとこは流す、でも言わなきゃいけないシチュエーションは言わなきゃなと思ったので、あの、クレームのメール打ちます、はい、うん、クレームのメール打つ時の方が個人的にはあのちゃんと頭の中で整理して言いたいことをこうきちっと書いて送ることができるから、うん、こう口頭だとやっぱりその時のこう気持ちっていうか感情とかでこうアバアバしちゃうことも多いと思うので、こうしっかり書いて、うん、っていう感じですかね、うん、でもまあそういう状況でもギリギリってなるんじゃなくて、うん、こうなんか世の中の仕組みみたいなのをしっかりと理解した上でこうちゃんと書いて送るみたいなことだね、うん、一番あのまずいのは感情的になってこんなみたいになるのが一番やばいと思うから、うん、その冷静にね、いつでもこう冷静に対処してね、うん、で、と同時にその流すパワーも、うん、流して忘れるっていうパワーもこう合体、できると、より良いかなと思ってます。だからさこうなんかクレーム言わなきゃっていう、まあ、その、なんていうのかな、勝手に自分の中での、こう、やらなきゃっていう気持ちと、そこに、まあ、いいじゃんっていう気持ちもくっつけて、行動っていうか、考えてるつもりです。うん。だから、その、なんていうのかな、うーってなりすぎずに、とにかく、自分の伝えることは伝えるっていう感じ。うん。で、それ終わったら、もう、あとは、忘れるっていう感じが必要かなと思ってます、うん、だ極端になりすぎずにね、冷静に対処するっていうのが大事だと思います。ということで、まあ、今日はね、うん、本当に長い一日だったような気がします。人生いろんなことがありますけども、うん、これは言わなきゃいけないなっていう時は、うん、言わなきゃなっていう話ですかね、うん、そういった人種差別の差別的発言の、うん、こうヘラヘラして終わらすんじゃなくて、しっかり真面目に、いやこれあかんでっていうのを伝えなきゃいけないなって思った動画でした。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。高画質動画ね、うん、今たくさん動画撮って
かっこいいものが作れたらいいなって思ってるんで、ちょっと時間はかかるかもしれないんですけど、またお会いしましょう。井上城でした。バイバイ。Coast にも乗ったり Take one